今回はストレートアイロンで作るワンカールテクニックを紹介したいと思います。最初に上下2パネルで分けますね。最初手串を通してあげてストレートアイロン使います。で、毛先の下の方に来たらクルンと上も一緒で手串通して下に下ろして、下の方に来たらここで手首を返してクルンとします。でちょっと冷ましてあげるとカールの持続性が良くなるので、はい、後ろの方をですね、上下に止めます。はい、こんな感じでストレートアイロンを使えば簡単に、内巻きにして可愛くすることができます。簡単だったでしょうか。はい、ね、ちょっとぜひ皆さんやってみてください。ありがとうございます。